ピアノガイズは、ジョン・シュミット、スティーブン・シャープ・ネルソン、ポール・アンダーソン、アルファンデル・ビークの4人からなるアメリカの演奏集団である。ピアノガイズは、ピアノとチェロによる有名曲や古典曲の演奏を YouTube に投稿することで人気を得た。シュミットとネルソンの音楽をポールが編集する。ピアノガイズは、ピアノガイズ、ピアノガイズに、家族のクリスマス。 京丹の4枚のアルバムを出した。それぞれがビルボードの新人アルバムと古典アルバム部門で1位を取った。ピアノガイズの最新アルバムの京丹は2014年8月7日に発売された。ポールはユタ州セントジョージにピアノ店を所有していた。ポールは間近に迫っている演奏会のために店での練習を依頼するジョンと出会う。数ヶ月後、 ポールとテルは自分たちが楽しむためにジョンと共に映像を作り始めた。プロ演奏家のスティーブンとアルト共同演奏を始めるのに長い時間はかからなかった。5人が集まって本格的にピアノガイズが始動したことで YouTube への毎週の投稿が始まった。ピアノガイズの作品のすべてが75万回以上再生されており、いくつかの作品は2000万回以上再生されている。 2014年10月には、ピアノガイズの総再生回数は5億回を超え、300万人以上の視聴者がいた。2011年6月、ピアノガイズは、マイケル・モーツァルトに出会うで、YouTube の校長大会で、最も有望なチャンネルを受賞した。2012年9月、ピアノガイズは、ソニーマスターワークスと契約した。この契約により、ピアノガイズ、 ピアノガイズに教官が世界中で発売された。ジョンがピアノを演奏し、スティーブンがチェロを演奏する。ほとんどの曲が共に混合された複数のオーディオトラックで作られる。時折彼らは一度ここの演奏家の演奏の録音を重ねることで印象を強める。アフリカを主題にすると決めた後、アレックス・ボエがコールドプレイの楽園をスティーブンとジョンと共演した。 共演映像では、成城寺市の近くの赤石山の山頂に、ヘリコプターでピアノや人員を輸送したため、とても見栄えのする作品になった。2015年1月時点で、約3300万回再生されている。2012年、アメリカ遺産学院公共楽団の指導者である、ケイソン・ブラウンが、ベートーベンの公共曲第5番を元にした曲をもって、ピアノガイズに接触した。 この公共楽団は、ベートーベンの秘密をピアノガイズと YouTube で共演し、発表後2ヶ月で200万再生を記録した。この曲では、One Republic が、ベートーベンの公共曲第5番を元に作った秘密をチェロと公共楽団でカバーしている。歌唱版では YouTube で人気のティファニー・アルボードと共演している。2015年1月時点で、約2900万回再生されている。 この映像は、スターウォーズの音楽の元歌取りである。2011年12月2日に、YouTube に投稿され、2015年1月時点で、約2200万回再生されている。スティーブンは、師匠ジェダイとシス教を演じ、チェロで音楽対決をする。ジェダイとシスは、チェロだけでなく、ホースやライトセーバーを用いて戦う。ダンスベーダーは登場後ホースの風を作り、 スターウォーズエピソード4新たなる希望のカンティーナをアコーディオンで演奏する。中ッカも登場する。作品の最後ではダース・ベイダーと中ッカが共に踊っている。ジョン・ウィリアムズのスターウォーズの映画音楽は以下の順番で登場する。この映像ではスティーブンが電気チェロのためにベートーベンの月光ソナタを元に編曲した月光王と 公共曲第7番の第二楽章の旋律を演奏する。2011年7月14日に投稿され、2015年1月時点で約1400万回再生されている。この映像では、ジョンとスティーブンがヒップホップと西洋古典音楽を独自に合成し、様々な音響効果で演奏している。解説によると、すべての音響効果は映像に出てくる楽器のみで、 演奏した100以上のトラックで作られている。2011年5月17日に投稿され、2015年1月時点で約1900万回再生されている。声優古典音楽家のモーツァルトとマイケル・ジャクソンへの贈り物として作られた。この映像はスティーブンがバッハの無伴奏チェロ組曲第一楽章を独自編曲したものである。原曲はチェロ一人で演奏するが、 スティーブンは8人のチェロと独自素材を加えて演奏した。2011年6月14日に YouTube に投稿され、2015年1月時点で約1600万回再生されている。解説では誰もこの曲の正式名称を知らないのでチェロの歌にしたと説明している。この映像ではジョンがセルゲイ・ラフマニノフの前奏曲映派単調近代版を演奏している。 2011年7月25日に投稿され、2015年1月時点で330万回再生されている。解説によると、ジョンは彼の息子が最初のバンドをはじめ YouTube で曲を探しているのを見て作曲したとしている。YouTube には2種類投稿されており、どちらもジョンがバンド、ジョエル・ステベネット、ジェイク・ボーアエンと共演している。 元のロックマーナノのフ版ではすべての楽器の音量がよく調整されている。ロックミーツラフマニの不版ではピアノの音量が他の楽器より大きくなっている。映像では楽譜も見られる。楽譜では音量指定を限りなく強くにしている。この映像ではジョンとスティーブンが万里の頂上の上で演奏している。2013年10月9日に投稿され、 2015年1月時点で約990万回再生されている YouTube 音楽賞ありがとうございます。